え、こんにちは。ですね、レオ・サンタクルースと、デイビス選手の、ね、計量も無事パスしたということで、まあ、これで晴れてね、明日は楽しみなカードが見れるっていうんでね、まあ、最高ですよね。まあ、予想としてはやっぱりデイビス選手が勝つとは思うんですけど、まあでもね、こう、まあ、変な話ですけど、まあ、そのスーパーフェザー級と、まあ、ライト級のタイトルマッチ、タイトルがかけられて、で、俺保険かけてるのかなと、そのデイビス選手があの、スーパーフェザーまで落とせよっていうふうに、まあ、言っといて、で、まあ、落とせなかったとしても、まあ、その近辺に体重がある、だからそのライト級ぐらいにはあるだろうっていうことで保険をかけたのかなっていう気はしたんですけど、まあ、そんなこともなくね、しっかりこうフェザーにね体重を落としてくれたね、デイビス選手には、まあ、感謝はしてますよね。で、まあ、井上尚弥選手もね、明日試合ってことで、これで、まあ、モロニー選手に勝つ、ほぼほぼ勝つとは思うんですけど、勝ったら、カシメロ選手、ウバーリー選手、まあ、ドネア選手、まあ、誰とやるか分かんないですけど、まあ、近い将来ね、こう、バンタムを終えて、で、スーパーバンタムに上げたときに、まあ、これまた、やばい選手っていうのがね、今、不在ですよね、スーパーバンタム。では、まだその実績はないですけど、例えば、レイ・バルガスと、ナムヨ選手が、こう、世界戦決まりました。ね、なんだ、WBA と IBF のチャンピオンと、ちょっと名前忘れてたんですけど、アフダ・マリエフでしたっけ、その選手と決まりましたって言っても、だし、ネリ選手とやりましたって言っても、ですしね、だからやっぱりちょっと、この界隈っていうかこの近辺じゃね、ちょっともう頭一つ二つ分ぐらいやっぱ出てますよね。いや、そんな中で、やばいなと思ったのが、ありえないですよ、ありえないですけど、そのレオ・サンタクルス選手は、まあ、当時そのバンタムにいたじゃないですか。で、自分が見たのだと、学生の頃見た試合だと、アブネル・マレスとレオ・サンタクルス選手がやったんですよ。それをたまたま見てたんですよ。どこで見たかっていうと、あれ確か友達ん家でしたね。友達ん家で見てたんですけど、ワウワウかなんかだったと思うんですよ、確か記憶だと。見ててやるぞみたいな感じで見てたんですけど、すごかったんですよね、バチバチの打ち合いで、もうすごくて、これがスーパーバンタムなんだっていうふうに思ったのがその学生の頃ですね。で、まあ、ドネア選手と、まあ、リゴンド選手もいたじゃないですか。だから、まあ、ありえないですけど、まあ、その時代に井上尚弥選手がね、こうスーパーバンタムにいてたら分かんなかったですよね。だから、そのアブネル・マレス選手にしてもレオ・サンタクルス選手にしてもドネア選手にしてもね、こうリゴンド選手にしても本当にね、こう、まあ、十中八九っていうのは変ですけど、まあ、高い確率で尚弥選手が勝つってふうには思えないですもんね、あの選手だったら。まあね、その選手が5階級制覇かの夢の一歩手前まで来てるってなるとね、おおっていうふうになんかちょっとあれですよね、深いものがありますよね。まあとりあえず、この2試合はね、すごい楽しみですね。